どうしようかって言わないと厳しいからなあ。まっすぐ行くのはあってなんでっていうね。いやでもね、そろそろうがっていくんじゃないかなと思うんだよな。中峰くんと遊ぼう。お願いします。ネガズバッター中峰です。お願いします。はい、お願いします。お願いします。さて今日はですね、はい、クイズ古畑任三郎出た。おおおなるほど。古畑任三郎クイーズ。いいですね。でも今のところ同点ですね。すごい同点なんだ。はい、そのまま。じゃあいきましょう。問題、松嶋菜々子さんが犯人の鍵。大好き大好き。怖い怖い。古畑任三郎がビンゴで当てた商品は何。なるほど、そういう出し方か。こういう答えでいいのかな。こういう答えしよう。それでは回答お願いします。黄色のコート。ブルガリ三四郎の黄色いコート。正解は黄色のコート。2人とも正解。ブルガリ三四郎いる。いや、ブルガリ三四郎でしょ。まあまあまあ、細かく言ったらそう。うちにそのが問題出るかもと思って言わなかった。俺答えなくていいよそれ。いや、本当ですか。厳しいからな。ブルガリ三四郎言いたいだけじゃなそんなの。じゃあ行きましょう。問題、スマップが犯人の回、うん、スマップのマネージャー役を演じた方は誰でしょう。これがね、本当に分かるんか。分かるんだけど、俺だからそうかね、忘れするんだよな。また役名って言われたらどうしようかと思ったよな。ああ、怖かった。では、回答をお願いします。戸田恵子さん。戸田恵子さん。正解は戸田恵子さんです。あぶねえ、あぶねえ、出せた。あぶねえ。はい、もう今やれよ、これ矢上家のあれよ。矢上家、危険なヴィーナスの。ああ、今やってるやつですよ。問題です。加賀たけしさんが犯人の回。これ絶対大丈夫、うん、被害者はカセットテープを持っていましたが、誰の歌が入ったカセットテープでしょう。いい問題。ああ、それならギリギリ覚えてるかもしれない。これ回答お願いします。はい、石川さゆりさん。石川さゆりさん。正解は石川さゆりさんです。よー、お見事。ありましたね、このシーン。これはね、これはあるけどみたいな。こっちはある、こっちがないみたいなね。言ってたいです。一番好きな回だろうね。加賀たけしの回の加害者が加賀たけしだよね。加賀ばっかり。加賀ばっかり。ではここから難易度は上がります。はい、問題、今泉くんのおでこを叩く音の音階は何でしょう。何それ。あ、なるほど。はあ、それだからあれで出てんだ。うわー、覚えてたらかっこいいのにな。お二人ともでもペンは早かったですね。いや、もう分かんないから。こんな、分かりました。これぐらいだったかも。じゃあ二人とも回答お願いします。死のフラット。ド。正解はレのシャープ。あああああ、じゃないよ、分かんないよ。レのシャープ思ったんだ、ちょっと思うわけないじゃないですか。分かんないよ。ボケとしてレのシャープって言うから俺。ああ、なるほど。これ何ですか、レのシャープって。ああ、そうなんですね。言うんだよ、ドってなる。いや、なんかね、シンプルだった気がしたんですよ。じゃあ次の問題いきましょう。問題、今泉くんの警察での階級は何でしょう。これでもこれじゃないのかな。漢字が怖くなっちゃった。出揃いましたでしょうか。はい、では回答をお願いします。巡査。巡査。正解は巡査です、うん、そうですよね。今巡査ってどうだった。沖縄の人巡査って言います。ちょっと沖縄が出ちゃいました。はい、あれは明治、大正、昭和。昭和。はい、どう、昭和って言わないと。そう、いや、そこ昭和で、そこは違います。昭和。昭和。あと3問です。こっからはもうワンミスが命取り。そうだな。ではいきます。怖いわ。問題、松嶋菜々子さんが犯人の回。よし。姉のもみじがファンからもらった人形の名前は何でしょう。全然よしじゃなかった。全然よしじゃなかった。何それ。もらった人形。ああ、あれか。あれ名前あるの。怒られるんだよね。そう、
うわー、これ当てたかったな。回答お願いします。ザコシ、マイケン。正解はピンキー。ピンキーだ、ピンキーだ、ピンキー、ピンキーだ。覚えてる、覚えてるよ、それ知ってた。ピンキー当てたかった。ピンキーだ。ドキュメンタルでああいう人間出てくるじゃん。はいはい、それこそザコシショウさんが。そうそう、だからザコシ。問題、はい、沢村藤十郎さんが犯人の回と松本幸四郎さんが犯人の回の共通点は何でしょう。なむ、沢村藤十郎さんってあの回か。共通点、あー絶対違うわ。まあでもいいや、揃いましたでしょうか。はい、では回答お願いします。被害者の名字が一緒で共に川北、藤村俊二さんが出てくる。これ違う回だった、ね、正解は被害者の名字が同じ、川北。小石さん正解。いやー、そんなの覚えてます。覚えてた。すげえ。確か川北くんって呼んでなかった、覚えてない。いや、言われたら言ってたような気がしますけど。で、川北なんだみたいな名前だったじゃん、あの愛し小石さんが。あー、はいはいはい。藤村俊二さんどっちも出てこないわ。あれ、松本幸四郎ってカッカのやつだよね、うん、カッカのやつ出てきますよ。出てこない。なんかファックス読んで、うん、はあ本当だみたいに言う人、最後。え、浅田次郎さんみたいなのじゃない。浅田次郎さんって感じがしてる。およいさんはカッカの話しか出てこない。あ、そうでした、うん、いや、じゃあ次が最後の問題です、うん、ちょっと勝ちがなくなった。中峰さんが当てて、コージーさんが外したら同点。同点ってことですよね。はい、でそれ以外はコージーさんの勝ちですね。問題、江口洋介さんが犯人の回でストリートミュージシャン役で出てたお笑い芸人さんは誰でしょう。今の歯はこれ何の歯か分かりますね。それでは回答をお願いします。花輪くん。花輪さん。正解は花輪さんです。絶対知ってるじゃないですか。むしろ俺コージーさんから聞いて、そうなんですかってなったぐらいのあれだもん。うわ、だから花輪くんから聞いたから。あー、本人から。トリさん、俺ちょっとフラ出るっすよって。うわ、すげえ、出る時にしかも出る時に聞いた。あー、というわけで、はい、結果、19問古畑任三郎クイズ、コージーさん14ポイント、中峰くん13ポイントで、コージーさんの勝利。あー、いいぞ。やった川北さんだね。川北分ですね。いや、あれはでも確かにあれはむずいっすわ。あれでもね、俺ねクイズ出したような気もするんだけど、出されたんだか。俺が出した気もするんですよ。ちょっとあの古畑の回だけ言って問題を即座に作って、どの答えか当てるやつやろうよ。はい、僕はね、さっきも言いましたけども、はい、あの加賀武の回のね、で何が好きかってやっぱ俺物を食べてる回好きなんだよね。はい、結構出ますよね、古畑は。そうそうそう。でその時の川原サブさんが、はい、カレーに卵をかけて食ってる。あのシーンプラス、はい、その後にホットコーヒー飲んでる。はい、あれアイスにしてほしかったな。カレーの後アイスコーヒー。カレーの後ホットコーヒー飲みたいか。いやー、まあ確かに熱そうですね。そこはアイスですよね。アイスがいいなと思ったりとか。確かに。どの回が一番好き？僕はもうあの藤原竜也回ですよね。もうそれすごい、もう2006年、ファイナルの一発目ですから、ね、だから僕もそう、食べ物で言うとそれに出てくるあのパンの、食パン焼いてさ、あれ何パンだね。あれはだからあれじゃないですか、パセラとか出てくるやつですよね。なんていうんですか、食パン。いや、じゃなくて敷島パンとか。ああ、あのパンの名前、あそこのパンやね。はい、覚えてない。ではできました。いきます。はい、桃井かおりさんが犯人の回で、うわー、どれだー。好きな回ではあるけど、もう答えはここに伏せてあるんで、まっすぐ行こう。まっすぐ行く。いや、お前が書くのあれなんだよきっとな。僕が書いてるのそれです、多分。うわー、なんだっけなー、ね、この部屋がうがってるもうね。
願ってくる。ではまず小池さんから。僕から、はい。痛い。中峰君。痛い。え、違う、そっちだった俺はそっちだと思います。本当もう一個の方ですか曲名が。あー、そっち正解は、はい、サントアマミー。ほら、来たそっちだった。それの曲名をちょっと今忘れたと思う。あー、俺サントアマミーは知ってたのに。サントアマミーなんて三上が書けないと思ったんですよ。いや、サントアマミーが一番まともな問題。痛いはうがってるよ。え、うがってですか。うがってる。俺がベタだと思いましたよ、痛いが。これだってわかる？言うぞ。全然わかんないです。だからこう、バーンってやった時に痛いっていうシーンがあるじゃないですか。それはうがってますよ。サントアマミーがもうね、いつもあれ出てくるんだよ、あのラストダンサー私にが。ああ、星中吹雪そうだね。はい、できました。はい、菅原文太さんが犯人の回です。これはもうまっすぐ行くならこれしかないんだよ。いや、そうなんですよね。まっすぐ行くなら。まっすぐ行くならこれだよな。まっすぐ行くならってなんでっていうね。では回答、小池さんからお願いします。はい。モスラバーガー。中峰さん、モスラバーガー。正解は、はい、モスラバーガーすごくないでも。これどうまっすぐなんですか。まあこれはですね、古谷さん持ってきた。そうです、差し入れで。差し入れ持ってくんだけど、うん、まあ、わしらの頃は握り飯って決まってたが、差し入れであの夜の張り込みしてやる時はで、このモスラバーガーっていうのはうまいなっていうシーンがあるんだよ、はい、モスバーガーのことを。そこがやっぱ印象残ってるね。なるほど。あとどこ残ってる？謎解きのシーンあるじゃないですか、うん、の時に喋ってる最中に喋ってきた人誰っていう。ああ、梶原善さんなんですよね。あと一個はあの消火器の、あの泡がついてたのは何？リンゴね。リンゴ。そう。けどまあそこまでいかないかっていう。そこはいかない。いかないですよね。まだあのリンゴ気持ち悪いもん。いや、そう腐ってるみたいな。ほんと泣きの最後ですよこれ。はい、もうラストもうこれがもう切りがないから、これ本当ちょっともう本当やりたいんですけどね。切りがない。最後の問題は、加賀たけしさんが犯人の回です。やったー、もう絶対知ってる。いやでもこれでしょうね。はい。あ、そうか、知ってる。ちょっと待ってよ、でもどれだろう。いやでもね、そろそろうがってくんじゃないかなと思うんだよな。いや、うがらすんだったらどっちだろうな。まあでも最悪お前と一緒だったらいいわけだろうな。くそー、どうせなら攻めよう。多分これだけど、本当攻める方が面白いよね。そうですね。コージーさんからお願いします。はい、もうまっすぐいきますね。スタミナ酢豚弁当。そうでしょう。中峰さん。僕はね、ちょっと浮かりましたよ。冷凍みかん。ああ、そうか、いいとこだな。あれ、冷凍なの？冷凍みかん、あのカードで買ってちゃいけませんっていう。うん、正解は。来い。みかん。あ、当たったんじゃない、これ当たったんじゃない、冷凍みかん当たり。やった、同点だ。同点だ、やったやった。それはだから俺の中でもあった選択肢はありましたよね。みかんとあと600円っていうのがあった。あ、そうかみたいな、600円のみかんをカードで買っちゃいけませんよっていうのがあった。そう600円まではなかった。だからみかんだね。みかん、というわけで結果的には同点ということです。いやこれはまたちょっと持ち越しですな。そうですな、はい、これはいい勝負でした。では最後締めのコメントをお願いします。今回はですね、同点という形になりました。というのをですね、最後彼に、もうちょっと、勝負をした方がいいんじゃないかという、案を出したのが、まあ、敗因だと思います。しかし今度は負けませんよ。なんとか勝ちたいと思います。またそれまでお楽しみに。古畑任三郎でした。古畑任三郎でした。コージー富田でしたじゃないんだ。チャンネル登録してくれるかな。コージー富田でした。